그후기히먼스여러분안녕하세요쿠키가브레이크크리코입니다김경식입니다아아니지금여기후쿠오카에태풍이왔는데진짜한국에서느끼는태풍과는완전차원이다른거야직캔같이가입었어요근데뭐이만한국은어느지그래야바이요네이것도진짜신기한게태풍이오니까크리코가창문에다가무슨셔터를내리더라고요셔터저이온데야스타까까시하베스냄새오맛있는냄새하는데아안돼안돼야아까저녁그만먹어저녁도아까먹었어니오이토끼와사이코데시다케도다이탈그냥다뱉다라뭐그냥아유카라단이여사시네근데쥬또대가이키마스다그리고나마이가다니야하베스대가이키마스대가이키마스하베스토니대가이키마스오늘의이야기토픽무엇입니까스킨십입니다스킨십영어로보죠 S I M N빠가잖아빠가아이거여자친구가바보라고이야기 스킨십은솔직히왓트식한거아니데진세노하나야그래도最後に話すこと뭐스킨십뭐시리즈가ありましたか昼の스킨십夜の스킨십가ありますじゃないどっちの스킨십을話しますかどっちもですねどっちもでもなんか日韓カップルはみんなすごいインスタとかでもべこんなしてるイメージがある日韓カップルだからスキンシップが多いわじゃないじゃんもちろん人によるけど、うん、日本人の男女ってシャイなイメージない韓国人から見てももうそんなイメージがありますんでそれでも自分の彼女に例えば手ケチしたい時あでもそうだよそうだよだから最初のデートでどれぐらいで手をつなげたかとかもあるから顎食いとかんあごくいってやるやつとかそれにあごくいこのねあごくいそういうのに名前がつくぐらいちなみにケミハルキヌアリクイーンなのよ日本語で関係ないそれで本当にスキンシップ話しますからすき焼き食べたいだ正直私考えね私たちはスキンシップが多いと思いますな今同棲しますあごそれしても公園作ります時とか、うん、그냥寝る前携帯電話二人でする時とか、うん、掃除する時ずっとスキンシップしますじゃないよでも掃除する時どうやってスキンシップしますそうありますねこれが私ならばこんなんじゃねえこんなんで、うん、え韓国人のカップルでもスキンシップをしない人がいるの逆にいますじゃんえ韓国人のカップルなんかもうこんなじゃんちょっと待ってこれがどこパッて違う頭こんなイメージ日本人の女性のイメージは韓国人カップルはもうずっとなんかもうチューしてるかハグしてるかそれなら寿司を一応食べますよ중간ね김경식のスキンシップ本当にクリックは韓国人と付き合いますから韓国人男性の本当にスキンシップが多いやうんあ多いとは思う帰ってきた時にハグとかテレビ見てる時に離れて見てたらよっぺかやじそんなとかあるじゃんよっぺわやじしよっぺわやじどうしても日本人同士のカップルだといやもう同棲一緒に住んでるしわざわざ手つながんくてもとかあるじゃないですか別々に寝てるとかそれは絶対ないじゃん、うん、大丈夫だよ寝る時怖いから一人で寝るかでもちょっと冗談のスキンシップも多いじゃないさっき言ったみたいになんかこんなとかそんなもありますけどでも私のイメージの中さっきより上手や口より上手ほんとほんとほんといやあほんとほんといや韓国人の男女のなんかピザで話すならばたトッピングやあなんかムーコギもありますごコギもあるチーズもあるトマトもあるケチャップもある日本人の男女のなんかちょ一つ目ピッでもそれメインが大きいねあそうそうそれがインプレッションが大きいあでも結局私たちが初めて恋愛する時エスカレーターとかで私が手とかしますホグとかしますもうこれ恥ずかしいしましたよ恥ずかしい目見られたらどうしようでもその時それでもいいでしたよ私の考えが、うん、あちょっと外でスキンシップとかが日本では失礼だから彼女がそんな考えかなそれもあ失礼ではないけど、うん、恥ずかしいのと嬉しいのでどんな風にしたらいいかわからないおっとけ部屋でよラボいやきでもだんだん習慣になって慣れてきたけどだから自分も今はしたいさっきも私がゲームしましたその時隣に行けてもう何エロいねこれはねでもさっきあでも私あれを聞いたことあるずっとラブラブでいたいならば、うん、お風呂は一緒に入らない方がいいってなんか同じ動物に見ますかな分かんないちょっと黒暗いエロい空間で脱ぐのと
お風呂でなんかこうやってるのと違う。はい。その時やっぱりね、一緒にお風呂入るのは絶対楽しいけど、長期スパンに1回ぐらいがいいじゃん。今まで金경식と一番ドキドキされましたスケジュールは？やっぱり外とかで자기がハグしてくる時とかは。え、それ？で、うん、だから一番シンプルが一番いい。자기はスケジュールは当たり前と考える。どこにいるかについてし、例えば人が多いところで手ぐらいはいいんですけど、うん、なんか中とかの私もちょっと嫌や。ちょっと失礼に。考え方がちょっと大人なんですよ、そういう部分。それなら私は大人じ子供や。なんか道端で韓国でチューしているカップルとか見たら、ちょっともうっていう、いうタイプ。なぜなら私ね、二人の場所で頑張りますよ。日本人のカップル、チャギが見ててどう？なんか今結構街で見るじゃない、うん、韓国のカップルと違うところがある？違うポイントは一つ、うん、自転車が多いとか。あ、違う、カップルだよ。あ、カップル、もうあれ外国人かもちろんよ。もうカップルでって言ったのちょっと韓国よりはカップルがちょっとクールなイメージがちょっとあります。あ、なんか例えば二人がチャン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 これしながら歩きますとかじゃない。ベタベタしてないよ。ちょっとなんか距離もありますみたいな。友達っぽい。ああ、ちょっと確かにそれはクールかも。クリコのスキンシップのマストだ。初めてはクリコはちょっと恥ずかしいっぽいはありましたんで、うん、今ねもう自由にスーパーパワーダンスしますチャギはなんか最初はいいんだけど、なんかロマンチックな感じでこうハグしてくるんだけど、その後になんかめっちゃ冗談とかしますよね。実は私がちょっとあるな、なんかパジとかシャーとか。でも日韓カップルになるとスキンシップに対してのハードルは下がるのは確か。嫌だなじゃないけど、ちょっとっていうのがだんだんなくなるかも。でもあの韓国人もスキンシップがちょっと嫌な韓国人。あの韓国人って誰か例えばこの韓国人はスキンシップが嫌や、うん、それならばあの日本人はそんな考えがないじゃないよ、うん、パーセンテージとしては日本人よりもスキンシップに別にバリアがない人が多いから、なんか日韓カップル見ててもなんか多分絶対日本人と付き合う時と同じ感じじゃないと思う。まあスキンシップは愛のダンスという考えますわからねえ私こんな感じ。わからねえ私スキンシップは冬に食べる酢ばっかり思います。あ、質問があります、うん、冬に、うん、もう酢ばっかないんですけど、なんどうやって冬に食べる酢ばという表現しましたかな、うん、冬に食べますにかレアじゃないよ。あ、スキンシップは太平洋中の焼き芋と思います。なんで？なぜなら太平洋は広いじゃないですか。あ、広い？こんな広いな海の中で焼き芋一つがこんなにあります。そんな意味です。そんな暑いところに暑いものあったら絶対食べたくない。スキンシップはピラニアに食べられますボールペンと思います。やっぱり日韓カップルだから日韓カップルらしくラブラブに終わりたいと思います。うん、嘘です。